こんばんは、速稼塾の久保です。あ、吉田さんね、あのマイクいいですね。音声がすごくビンビンに入るようになりました。本当に綺麗で、あのでっかいマイク、ロデってやつですか。私も欲しいですね。うん、まあ、私はね、あのデジカメを前に据えて撮ってる感じなんですよ、億万長者合宿は。あと最近はね、スマホで、YouTube ライブ、これをね、多発してます。で、Facebook ライブがなんかダウンロードできないんでね、ああいうサービスの悪いところはもうそのやめて、 Facebook は記事の投稿だけですね。だんだんと Facebook ももしかしたら離れていくのかもしれません。まあ今のところ結構 Facebook は私のね、社会とつながる情報源にしておりますけどもね、やっぱりね、情報源たるもの、私の Facebook 友達の、記事が、投稿が見えるんですけども、世の中ではこういうことが起きているのか、そしてこんな誤解をしているのかっていうふうなことがよく見られます。特にね、お金を稼ぐ方法とかね、詐欺師の見分け方とかね、たまに出てくるんですよ、やっぱり。そんなことではダメだよって心の中で思いながらも、まあ人のね、感じ方は人それぞれなんで、結果どうなったのかなっていうところがすごく大事なんですよね。その中でね、最近 FX を私にね、この動画がいいですよって教えてくれる方いるんですよ。でも教えてくれる人が勝ってないんですよね。だからその動画見ないですよね、私もね。だからこの辺のロジックなんですよね。やっぱりこう、自分よりも勝ってる人とかが、ビジネスにしても経済にしても FX にしてもね、勝ってる人が教えてくれるものは素直に読んでみようかな、見てみようかなと思うんですけども、成績が出てない人がこれとっても分かりやすいですっていうものは、じゃあなんであなたはっていう風になっちゃうんですよね。はい、今日の動画のね、テーマなんですけども、何を言いたいかと言いますと、結構ね、その、信頼関係ですか、信頼関係ね、発信によって矛盾を作らないようにするってことですよね。まあ、あえて矛盾を作って、問いかけをすることもあるんですけども、基本的には言ってることとやってることが一致してないといけないんですよ。で、そういうふうなことをね、言う上で、じゃあお前はどうなんだって言われますけども、私の場合は YouTube っていう資源を使ってですね、本当にこの7年8年ずっと情報発信をしてきました。その情報発信っていうのは、私のダメな姿もちゃんと見せているってことなんですよ。最近は FX 負けた姿もちゃんと見せてますしね、最初からですけどもね、最初のだから3ヶ月ぐらいは毎日負けてるところを動画発信してたんですよね。それでも見てくださる方が数百人とか、やっぱ数千人とか当時いらっしゃってですね、すごく面白い現象だなと思うんですよ。何が面白いかっていうと、今私は FX、まあ、ほぼ勝ってるんですよ。ほぼ勝ってるんですけども、視聴者数は100名前後なんですよね。なんでなんだろうなと思いますよね。まあ、要するにこれはですね、勝ってもいない人のトレードを見て勉強になるなっていうふうに思う人がすごくいて、今現在私の視聴者数の方は少ないんですけども、まあ、こう言ったらね、ちょっと言い過ぎかもしれませんけども、今私のトレードを見てる方って見る目がある方なんですよ。で、分かってない方は離脱していって、もっと他のね、ためになる動画を探しに行ってるんですよ。で、ためになる動画を探し当てて、これ分かりやすいなと言って、その本人は勝ってないとかね、こういうことが起きるんですよね。さあ、では2つ目のまとめなんですけども、種銭っていう概念です。私も FX というものはずいぶん前から存在を知ってましたけども、いきなりはできませんでした。でもいつかやろうと思ってたんですよ。で、3年ですね、3年後にやろうと思ってました、 FX を。2014年のことです。2014年は私はアフィリエイトがもうかなりね、伸びてきたところなんで、これをものにしようと思ったんですよ。まずアフィリエイトのプロになって、そして情報発信のプロになって、自分で商材を作って人に売る、商材を作って人に売る、これを繰り返して種銭を作っていったんですよ。種銭の前に借金がありましたけどね。で、借金を返しながら、一部は種銭にしながら、その種銭を積み上げていって FX の資金、もしくは暗号通貨の資金っていうふうにしました。だから吉田さんが言われるように、私も0から1になったのはネットビジネスなんですよ。自分の考え方とか、それから儲ける手法とかね、それからマインドセットですか、こういったもの、ノウハウとかハウトゥーとか、心の在り方とか、それから私の生活態度とか、夢とかね、希望とか、こういったものを、まあ、Q&A も多かったですけど、当時こういったものを動画発信することによって、まあ、集客っていうかね、私の考え方に共感する人に集まっていただいたんですよ。で、考え方に共感する人同士ですから、私が商品を作ってセールしたら、それは売れやすいですよね。で、私は皆さんがどういうところに困ってるのかってことが分かりやすかったですし、それから買ってくださった方っていうのはね、私がどんな人間なのか、どういうふうに生きているのか、人を騙す人なのか騙さない人なのか、こういうことを分かっていただいた上でご購入いただいたんで、購入後にやっぱりね、関係は良くなりましたね。もちろん購入してない方との関係も悪いわけではないんですけども、どちらかというとお金を払った人、お金をもらった人の関係は、お金を介在してない人以上にものすごく強い関係になります。
これは不思議な現象でですね、お金を払った人も払った先の人にものすごくね依頼心が出たりとか、まあ依存心といったらあれですけどね、本当に頼りにしてくれるんですよ。でお金をいただいた方もいただいたもんだからやっぱり精一杯お返ししたいですよね。だからね、ビジネスをしている以上お金が介在した方がうまくいくってことなんですよ。でビジネスをしているのにお金をもらうのが申し訳ないとか、なるべく値切って払おうとする、そういう関係ができちゃうと、これはね破綻が早いと思ってますよね。はい、それではね、本日の動画、まあためになったと思ったらね、またあの次も見ていただきたいなと思うんですけども、まあ、まとめるとですね、ビジネスっていうのは信頼なのかなと思いますよね。で信頼関係ができるまで信頼関係を持っていただけるような情報発信をするということ、この情報発信ができない、できなければですね、情報発信すらできない人がビジネスはできないと思います。ですのでビジネスをね考えている方とか、ビジネスやるんだって考えている方、情報発信をやるのは最低限度です。それができたところで人が集まるかどうか分からないわけですから、情報発信しなければね、していても量が少なければ、質が悪ければ、それはなかなかね信頼関係できないですよ。信頼関係できない人に物を売ってクレームになる、その可能性高いと思いませんかってことなんですよね。ですので私はね、今この動画を見てる方皆さんに言いたいんですけども、お金が欲しいんだったらやっぱりね、自分の身をさらして自分の思いをね、裸の思いを伝えていく、伝え続けていくってことを、まずはビジネスの第一歩としてやるべきだと思いますけども、いかがでしょうか。それでは本日の億万長者合宿は以上です。失礼します。